稲城大橋入り口の標識かつての料金所。現在は、中央自動車道上り線の稲城 IC 入り口料金所として使用。右の土手が、中央自動車道本線、右上の2本の曲線が中央道と、稲城大橋をつなぐ、連絡路、左は、稲城大橋の一般道、出入り口。かつての稲城大橋有料道路の、標識稲城大橋は、 東京都の多摩川に架かる東京都道9号川崎府中線の道路橋である。かつて、この道路橋を含む東京都府中市の中央自動車道稲城 IC 付近から稲城市の東京都道19号町田町付線までの区間は稲城大橋有料道路と呼ばれる一般有料道路であったが、2010年4月1日に無料開放された。 1995年4月14日、共用開始し、東京都道路公社が建設及びその後の管理をしていた。自動車専用道路ではないので、125cc 以下のオートバイも通行可能であり、橋上には歩行者や自転車も通行できる歩道が設けられている。多摩川の北岸で、中央自動車道稲城 IC と直結している。期待機は、 稲城 IC の新宿方面への入り口に、南木は新宿方面からの出口に接続している。北岸には一般道へ出入りする道路も設置されているため、稲城 IC の出入りだけでなく、多摩川を渡るだけの利用も可能である。稲城 IC は新宿方面に向いたハーフインターチェンジであり、稲城大橋と稲城 IC を経由し、稲城市側から、 中央自動車道八王子方面へ向かうこと、八王子方面から稲城市側へ向かうことはできないが、かねてから、稲城市は、稲城大橋の中央自動車道八王子方面との接続を政策に掲げていて、2015年3月7日に、稲城大橋北岸から西に少し進んだ場所に、府中スマート IC が共用開始された。稲城市側は、 南詰めで速度への出入り口を分岐した後、半地下構造で、東京都道9号川崎府中線などを、アンダーパスし、橋から南へ約 1km の地点にある、稲城大橋下神新交差点で、東京都道19号町田町付線と合流する。稲城大橋の橋梁本体の長さは 351m であり、橋梁の形式は三景間連続高、小番箱桁である。 有料での開通当初、料金所には ETC ゲートがなく、友人で料金を徴収していた。支払い方法は、現金と回数券のみだった。ただし、中央自動車道へ抜ける場合は、中央自動車道の料金分のみに限り、ETC カードを手渡しすることで ETC 払いが可能であった。東京都では、当時の稲城大橋有料道路の早期無料化を、 計画しており、2008年度に無料化による交通量の変化や周辺への影響などを把握するための調査などを行った。国や関係機関、地元市などと早期無料化に向けた協議を進めた結果、2010年4月より無料開放された。ありがとうございます。